NHX 見たことあります？あ、本当ですか？はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、じゃじゃーん、こちらはどこでしょうか？なんと今回私初めての屋内の有料洗車場に来ております。イエーイ。でここのね、後ろ側にしっかり店舗さんのお名前も入ってるんですけど、今日はこちらのバイファーザスクリプトさんにお邪魔しております。でここの洗車場なんですけど、すごく話題の洗車場で、この屋内の洗車場なのはもちろんなんですけど、もう洗車用具がすっごく充実してて、時間内であればなんと使い放題というね、大変魅力的な洗車場で、ずっと来てみたいなと思ったんですけど、今回はねこちらのホンダ NSX 君を連れて洗車場にお邪魔してみました。でせっかく屋内洗車場に来たということなので、今回は時間をかけてこの NSX 君を徹底洗車したいと思います。で今回はですね、いつも時間をかけて洗車するといえばザクラスさんを使った 3PH 洗車になるんですが、それに加えて今回は純水器も使ってボディをさらにツヤピカにしちゃいたいなと思います。はい、ということでそれでは今日もご安全に頑張ります。はい、ということで今回お邪魔していく洗車場、バイファーザスクリプトの店長の中村さんです。こんにちは、中根子です中根子さん、今日はよろしくお願いします。いや、初めてこちらの洗車場お邪魔したんですけど、すごいですね、設備がめちゃめちゃ充実しててびっくりしました。いや、これっていつからオープンされたんですか？去年の11月1日からオープンしてもらえて5ヶ月目ですね。そうなんですね、はい、もう結構 SNS で見るので、もうだいぶ前からやられてるのかと思ったんですけど、まだ日が浅いので。そうなんですね、はい、めちゃめちゃ話題の洗車場ということで、今日はよろしくお願いします。で今日 の利用させていただく洗車場なんですけど、ちょっといろいろ洗車道具とかは使い放題とは聞いてるんですけど、ちょっとそのあたりを、はい、この辺だとまあぐしゃっと入ってますけど、まあ、コイル洗う用セットというか、はいはい、おー、あ、こういったブラシとかバケツも全部貸し出しなんですか？はい、全部、はい、ブラシとかも。あ、すごい。あー、なるほど。ちらっとこう、そうですね、はい、ヌヌさんからいただける。そうですよね、はい、そう、ヌヌファクトリーさんのこれは提供という形なんですか？そうですね、はい、中でさせていただいてますので。あ、そうなんですね、はい、今こう、ちょっと見えると思うんですけど、はい、湯気が、はい、お湯が使いますので。あ、すごい、お湯の洗車ができるんですか？へ、はい、いや、寒い時期めっちゃありがたいですね。あとは、まあ、当然のように純水器が、あ、はい、はいはいはい、ついてて、はい、いや、純水器で洗車できるのいいですよね、やっぱり。出ますよね、はい、あとこっちは普通の高圧で、あ、はい、おー、使いますんで。うわー、はい、わ、すごい充実の設備ですね。これはうちで貸し出ししている無料のシャンプーです、はい、でこの高圧のアジャスターをこうつけてあげると、はい、わー、すごい。でこれも使い放題です。あ、使い放題なんですね、はい、これも。でおかわりも OK です。あ、おかわり、冬だったり夏だったり、うんうん、エアコンが、あ、本当だ、エアコンついてるんだ。ブースについてますので。贅沢ですね、各ブース1台、はい、そっか、屋内のだけじゃなくてこの空調設備もしっかり完備してるんですね。あとやっぱりこのフロアマットと、はい、このライトですかね。あ、そうですよね、はい、このライトめっちゃかっこいいって思ってて、そう、まあ、ディテイリング用のライトなので、普通の蛍光灯よりも明るい。汚れはよく見えますし、綺麗になった分、うん、綺麗に見えるので。なるほど。で、あとこのフロアマット自体は排水引っ張ってるので、はい、水が出てこないようになって、靴が汚れないっていうふうに。ああ、確かに、はい。水たまりとかできないってことですもんね。なるほど。何ですか、これ。まあ、例えば、手袋。グローブ借りれるんですか。はい、2枚までですけど。へえ。あと、ヌヌさんから、はい、ご提供。焼いてます。ホースガードですね。へ、引っかからないっていう。はいはいはい。あとはまあ皆さんのこれよく出てくる。
ドライングタオル、はい、ドライングタオルめっちゃ便利です、はい、へえ、まあ、お水を使わないで拭き上げになった時にタオルを一気に持っていくのが大変なのでこういうカートだったり、あ、そういう持ち運び用のカートまで用意されてる、はい、あとお客様もケミカルをご自分で買ってきたりとか持ってきたりして使う時にこういったりして使えるように、うんうん、こたつが、はい、ちゃんと滑り止めとかおお、はい、でこれも全然こういうふうに使っていただければすごい、え、本当に手ぶらで来て洗車できちゃうってことですよね、手ぶらで来ても洗車ができるというのはコンセプトですので、ああ、はい、そうなんだ、こだわらなければ、いや素晴らしいです、はい、ということでそれでは早速洗車していきたいんですけど、まずはねこちらの手袋お借りしていきます。いやー、手袋までついてるなんて、もうすごい細かい気配り。よし、今日は洗車道具を1個持ってきてないんですけど、こっからね NSX くん徹底洗車できるということでワクワクですね。それじゃあ早速行ってきますか。はい、ということでまずは NSX くんのこのタイヤ周りから洗っていきたいと思います。見てみるとこの辺りですね、ブレーキダストが結構ついちゃって、この感じ茶色っぽいんだけど伝わりますでしょうか。この辺りをねしっかりきれいに汚れを落としていきたいと思います。よし、それじゃあ行きますか。おお、わ、すごい水圧がすごい、うわすごい、よし、いけるかな、よいしょ、うわあすごいあ、一気に泡まみれになりました、すごい、いや一瞬でこんな感じになっちゃった。よし、洗ってきます。よいしょ、うわ、ブラシがめっちゃ汚くなった。だいぶ汚れ取れてますね。で、あとはもうちょっと細かいところを小さいブラシで洗ってきます。おー、いいね。スイスイ汚れが取れていきます。じゃあ洗い流します。いよっ。おー。わー。じゃーん。ピカピカ綺麗になりました。奥の方にいたダストもね、しっかりこれで汚れが落ちてくれましたね。 OK、 はい、ということで足回りが綺麗になったので、ここからねボディをしっかり洗い流していきたいと思います。いきます。おお、やっぱ高圧洗浄を使える洗車場めっちゃいいな。はい、ということで今回は 3PH 洗車していきたいと思いますので、こちらの酸性シャンプーとアルカリシャンプーと中性シャンプー3つを使ってボディをきれいにしていきたいと思います。ほい、じゃあまず酸性シャンプー吹きかけていきます。あわあわ、はい、それじゃあ早速流していきたいと思います。おお、次はアルカリ性シャンプーいきます。わーお、よし、じゃあ洗い流します。よいしょ、おお、わあ、泡を一網打尽。それじゃあ最後に中性シャンプーで手洗い洗車していきます。この辺とかもじゃーん、細かいところをこのディテーリングブラシで洗っていくんですが、いやー
こういうところっていつもスポンジじゃなんかうまく届かないんですけど、ブラシ使うとめっちゃ汚れ取れるな。うう、やっぱりこうやってじっくり洗車してるからこそ、このボディこんな形してたんだって洗車で気づくことって多いよね。はい、ということでディーリングブラシでしっかり細部の汚れを取り除きましたので、ここから洗い流したいと思います。はい、ということで洗車が完了したので、最後はこちらの純水器を使ってボディをすすぎ洗いしていきたいと思います。で、今回はこちらのガラコートさんの純水器使わせていただくんですけど、オートケミカルさんの光さんに来ていただいております。はじめまして、こんにちは。はい、珍しく女性に来ていただいて私はとても嬉しいんですけれども、今回はこちらの純水器ちょっと概要をちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、どんな感じでしょうか。まず純水器っていう聞きなじみがない言葉かなって思うんですけど、はいはい、すごく簡単に言うと、うん、雨だったりとか水をそのまま放置してしまうと、うん、その水地味みたいな、うんうんうん、ポツポツポツってなってしまうのが限りなくできにくくしてくれるっていうのがこの子になります。結構その洗車慣れてない時、うん、車買ってすぐの時に、うん、私の実体験なんですけど、はい、そのシャンプーで洗車をして、うん、あ次何やろう、あ水乾いちゃったってなった時に結構シミが、うん、あうわ洗わなきゃよかったみたいなことがあったけれども、これがあればバタバタしなくても割と綺麗に仕上がるし、うん、しかも結構ガラスもすっきり綺麗に見えるんですよ、うん、あそうなんですか。だからすごい経験されると多分違うと思います、はい、おじゃあ早速使ってみたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。普通に普段のすすぎと同じように流す感じですね。そうですね、もう同じように完全なく流してください。はい、おなるほど。っていうかこれをNHX 見たことあります？あ、本当ですか？ホイップルのスピードがありがとうございます。ちなみにこの純水器って、はい、なんか使用期限というかどれぐらいまで使えるとかあるんですか？中に入っている樹脂があるんですけど、うん、フィルターの代わりになっているものが、うんうん、数値が示されるんですけど、じゃあ後でやってみましょう。あ、お願いします。はい、はい、完璧です。はい、ありがとうございます。じゃあ拭き上げしたいと思います。いや、このドライイングタオルもこちらの洗車場でお借りできるということで、今日は私完全に手ぶら洗車なんですけど、めっちゃいいね。話していたこれが TDS メーターっていう、はい、水の中の不純物の数値を測るものになるんですけど、はい、これでちょっとじゃあ水道水と純水でどれくらい数値の差があるかを見ていただけたらなと思うので。わ、うん、はい、かりました、はい、じゃあまず水道水ですね、はい、そしたらキャップ抜いていただいて、はい、電源ボタンを押すと体温計みたいに、あ、本当だ、まずゼロが表示されます、うんうん、でこれからここに突っ込むと、はい、じゃあ入れまーす。お、今数字が出てきてます。 69ppm ですね。おお、あ、結構ゼロからはだいぶかけ離れてますね。はい、上がりました。へえー、はい、純水で、おお、こんなもんでいけますかね。はい、入れていただければと思います。はい、はい、じゃあ純水でいきまーす。お、どうですか、ゼロなりました？ゼロです。おお、よかった、しっかり純水だ。いいです。おお、なるほど、はい、これで不純物が全くない状態ってことですね。ないっていう状態になってるので、おこのまま放置して、あ、もう綺麗になってるんだな放置しても、うん、はい、
水じみになりにくい。分かりやすいのが、うん、あのお水を沸騰させた時とか自然乾燥させた時に、うんうん、純水だと本当に綺麗にボツボツがない。そうなんだ。ちょっと面白いかなって思います。ちょっと今度試してみたいと思います。私は結構、うん、あのお家の窓ガラスとかもこれで拭くと、うん、すごいすっきりするんですよ。そっか、ガラスとかは本当シミができやすいから。あとウォッシャー液をこれ入れる方います、うん、あ、ウォッシャー液、純水、そうです、純水を入れるとこのワイパーの跡が残りにくいので、そうです、そうです。今日入れて帰ろうかな。あとあれか、どれだけ使用できるかっていう、はい、なんか残り加減っていうか。そうですね、うん、で今測っていただいて、うん、0ppm になったと思うんですけども、はい、中の樹脂の交換目安は、うん、この ppm の数値が上がったら、あ、なるほど。樹脂が劣化してくると1とかだんだん上がってくるんですね、うん、あ、でも0にはならないってことですね。そうなんですよ。しっかりとした純水にはならず、ちょっと不純物含まれちゃって、で1回0じゃなくなると一気にバッてまた、うん、もうろ過機能がなくなっちゃうので、そしたらもう交換時期です。あ、分かりました。なるほど、はい、そうか、これもちゃんとセットに含まれてるんですよね。そうですね、なのでこちらなくさないようにしていただいて、うんうん、チェックしてもらえたらなって思います。わ、うん、かりました。はい、ありがとうございます。ということで今回はこちら、私の愛車ホンダ NSX 君を屋内洗車場で純水洗車してみました。いかがでしたか。いや、初めてこういった屋内洗車場を使ったんですけど、設備が充実しすぎても最高の空間でしたね。そして今回は 3PH 洗車の仕上げに純水器を使って純水でしっかりボディを洗い流してみたんですけど、めちゃめちゃ綺麗に仕上がってくれましたね。で、今回使った純水器の詳細と、あと今回使用したこちらの屋内洗車場の詳細につきましても概要欄に載せておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあね、バイバーイ。